楽しまないとおまけのコーナー、イエーイ。さあみんなお疲れ様でした。今日はちょっとね、毎週になったのでちょっと余裕こいてやってたけど結構時間が落ちちゃってすいませんでした。最後のバタバタしちゃって、でもおまけのコーナーがありますのでね、こっちの方で対応したいと思います。さあ今宵のねゲストですけどね、かけちゃんともありがとうございました。今宵からかけ橋さんになりましたんで、皆さんかけ橋さんと呼んでいただく、はい。そしてねゆきひでちゃんね、ありがとうございました。緊張しちゃった。そしてねキャンキャン、ありがとうございました。本当ね、実はかけちゃん、あの、はい、オープニングでねかけちゃんの時に言ったんだけど、シマディアンっていう言葉なんだけど、これ初めて聞く人がいると思うんだけど、うん、これ ね、いつからしたの？これが、うん、僕が今38なんですけど、うんうん、ちょうど半分19ぐらいの頃ですね、うんうんうん、ちょっと予備校を通ってたんですけど、はいはいはい、その島田の仲間で何人かいたんですね。予備校静岡まで通ってたんですけど、まあその3人の中ではシマディアン、あ3人の中ではってこう言ってたら周りにざわざわざわって、ざわざわざわってこと、はい、ってことはそれから18年19年経ってるんだけ けどいいじゃん、はい、シマディアンいいよね、またね。そうなんかでも面白すぎ人みたいですね。ああ、なるほど。でもいいんじゃない、すごく明るくね、こう島田のイメージになって、それシマディアンっていうのは男性だけなの？いや違う、もう女性も島田出身の人、例えばキョンキョンだったらもう全然シマディアン、シマディアンでございます。お面白いね、またね、今そこシマーツがあったりオシャボがあったり、そこよくしたいがあったり、また新たなシマディアンって名前がついてる。やっぱりシマディアンってやっぱりね、そこそあのこれ今これから頑張っていかないとね、いかない、どうですか、シマディアンとしてのね意気込みをちょっとカメラに向かってガガンっていきましょうよ。なんかう、ね、うん、島田に生まれて32年、うんうん、32なんだ、32です、若いね。でも28だよね。シマディアンが生まれた時にはあの10歳だったんで、あそう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 、今から本当のシマディアンですね。これからが本当のシマディアン、なんかあるんですか、これからこうしたい、自分がこうなりたいとか、島田をこうしたいっていうの。そうですね、うん、あの島田の人口がもう、うん、減っていってるんで、うんうん、今どのくらいなの？今だいたい10万人ちょっとですね、うん、ぐらいで、ね、お年寄りがどんどん増えてきているんで、あの若い人がどんどん盛り上げて、あの島ディアンを増やしていく。なるほど。いいですね。さあ、まあ、島ディアンといえば刺激も必須の島ディアンでございます。島ディアンです。島ディアンって曲作ったらどう？いいね。いいディアンだね。そこみんな突っ込むだから、せーので、それいいディアンだ。すいません、すいません、間違えました。仕込んできたね、仕込んできたね。いや、僕はやっぱりね、島田っていうのはちょっとね、ミュージシャンがちょっとね、少なくて。少ない。ちょっとレベルが低いって言ったらちょっと失礼なんですけど、やっぱりね僕がやってていないんですよね。だからやっぱりこれから島田も音楽でどん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 上がっていけるように僕は先頭を切って、ぜひとも皆さんやっぱり本当にあのそこそこ今ねあのギター教室とかそういうのもやってるけど、はい、本当に未来の島、ね、島ディアン、島ディアンミュージシャン、そうですよ、ね、ここでやっぱり歌うと、おそういう感じで言うんだけどね、あそうそう、歌いたいと思いますのでね。じゃあキョンキョンからもどうですか、シマディアンとしての今後の。シマディアンね、もう28歳なんですけど、はいはい、年に関係なく、うん、もう事業を達成し、うん、もういくつになっても現役で、あまさしくも、はい、いろいろ楽しんでいきたいというのが私のモットーですね。ぜひともシマディアンの女神様としてある意味象徴としてもね、これから頑張っていきたいと思いますのでね、それ現在のシマディアンのタケちゃん、マリちゃん、どうですか、うん、どうですかどうですか、タケさん、どうですか、せっかくですので構えてみる、うん、まあ、ミラクル起こしますよ。おー、マリちゃん同じくそんな感じですのでね、またあのミラクルさんでもいろいろねイベント開かれてます、またそのイベント情報をねこっちの楽しみナイトでも流したいと思いますのでね、楽しみにしていただきたいと思います。じゃあそんな感じでこれからまた熱くなるだろうというシマディア、皆さん期待していただきたいと思います。では皆さんまた会いましょう。イエスマイ、そして楽しみナイト。